じゃあ人気ランキングやっていきたいと思います。今週はスプリーム2 4年 FW シーズンの Week8 ですね。えー、秋の新作 T シャツフォール t が発売予定となっています。それとレギュラーアイテム合わせて全部で27アイテム。今週は少し多めですね。が発売予定となっています。その27アイテムを現在スプリームプラスのウェブサイトで行われております。人気投票の現時点での投票結果をもとに人気のアイテム、それから人気のカラーなんかも解説しながらやっていきたいと思います。 はい。こちらは s p r ン n g Plus の YouTube チャンネルです。まだチャンネル登録がお済みでない方は、ぜひこの機会によろしくお願いいたします。えー、ということで、Week 8人気ランキング、早速やっていきたいと思います。今週は27アイテも非常に多めですので、えー、20位ぐらいまではさっと見ていきたいと思います。えー、まずは27位、Days ンドスケートボード、そして26位は Linestone b a r ー a b ララそして25位、Linestone Skateboard と、 価格も出ておりますので、確認しながら、デッキが2種類出ますね。まずは、ラインストーンのスケートボード24,200円と、ラインストーンが使ってるだけあって、少し高めに出てきましたね。それから、これは、えー ゴードンマッタクラークによるこの倉庫の T シャツも出ますけれども、こちらのアートワークを落とし込んだスケートボードデッキ定価は16,500円。それからラインストーンのバラクラバーも出ると、オレンジカモとかも含まれている価格は13,200円です。そして24位、ゴアテックスパンツ。ゴアテックスパンツ、価格49,500円で、ゴアテックス素材のウォータープルーフですね。 え、になっているという、え、後ろに、え、ラインのテープが、この裾のあたりに入っているというデザインになっています。え、また、カラーの解説はトップスが出てきてから、で、23位は、コード類ポケットキャンプキャップと、え、価格は8800円で、え、ポケットがこの前の、え、トップのところについてるんですね。こうパカッと開くと、 え、いう、え、コードレーのキャンプキャップ。え、このラベルパッチがついてますけれども、少しミリタリー風のデザインですね。カラーいろんな色出ますけども、え、ミリタリーっぽいカラーのオリーブとかネイビーとか、この辺が注目カラーかなと。あと、秋っぽいブラウンとかもあります。え、22え、ワークパンツ。ワークパンツが、え、定番のアイテムです。 価格は19,800円。今回は、定番からのブラックとかネイビーに加えて、ダークグリーンとか、あとオレンジとかが出ると。えー、まあ、非常に使えるアイテムですね。定番のアイテムですけれども、僕もこのブラックは、えっと、2本持ってますね。サイズ違いで。30と32かな、えー、持っております。非常に使えるアイテムですので、お持ちでない方は、ぜひ。えー、21。 えー、ラインストーン SS トップ。え、価格22000円。えー、こちらもラインストーンの先ほどデッキ出ましたけれども、えー、T シャツにこのラインストーンのスプリームロゴをラインストーンであしらっているというデザインですけれども、えー、カラーは5色出ますけど、注目はやっぱりピンクですかね。少しなんか女性風っぽい、女性のブランドとかでありそうなデザインですよね。え、オールドイングリッシュなんで少しあのハードな感じに。 シプリムらしく仕上がっておりますけれども、えー、ピンクカラー、それからブラックもかっこいいですね。あとグレーとかも出ます。二、えー20位。ウィローティー今週はスプリングティですね、えー。T シャツが全部で8型発売になりますけれども、まずはウィロー。FD、え、フーディーなんかも今季出ましたけれども、この自由の女神が、えー、描かれているという。えー、バックに総柄でこのプリントしていると。で、T シャツカラー、えー 発表となっております。これはドロップス GG が作ってくれているものですけれども、このウィローティーはブラック、ホワイト、ナチュラル、モス、リンクピンクっていうのが出ますね。モスはこの今、こちらのカラーです。このロリポップの T シャツのカラー。えっ、ー、と、それからリンクピンクっていうのは、これ新色っぽいですけど、ピンクですね。あの、甘い感じの えー、ライトピンクっぽい感じのピンク、まあ。このカラー結構注目カラーになるかなと。えー、バックがかなりインパクトありますね。ロリウィローティー第20位。そして19位。パントンフォーミュラガイド。えー、価格が49,500円ということで。えー、カラーチャート、2,390色のカラーチャートということで、プロ仕様になっております。49,500円で発売予定。 18位、ミスターカートゥーンフーデットスウェットシャツ。え、価格31,900円でミスターカートゥーンのグラフィックをこの刺繍でフードとあと胸のところにもついてますね。えっと、いうデザインになっていると。まあ、フードのロゴのフーディっていうのは毎シーズンのように言ってますけども、今回はミスターカートゥーンがデザインしていると。え、カラー全部で6色発売予定です。オレンジとか、え、プラムとか、その辺のカラーも出ると。 17位。ウェスンのマイクロブレード。これいいですよね。価格22000円。これいいんですけど、ちょっと値段がね、高いですよね。もうちょっと1万円しないぐらいだったらすっごい人気高かったと思うんですけど。22000円ということでこの順位なのかなと。まあ、キーチェーンとしても非常になんか、えー、いいですし。ちょっとした、えー、ナイフで、 ものを切るのにも使えるというアイテムなので、刃渡り3.8は、銃刀法やんにならないのかな ?4 センチ以上とかだっけちょっとわかんないですけど。まあ、あの、大丈夫なんだろうか。それはちょっとわからないですけど、日本でも発売予定になっていると。え、16位。え、Days End T.Days End T. 価格は8800円で、えー、ゴードマッタクラークによる両面フォト T シャツと、両面がフォトになっていると、結構珍しいデザインですね。えー、カラーはブラック、ホワイト、アッシュグレー、カーディナル。こちらはカーディナルです。で、あとペールミントっていう淡い薄めのグリーン、ーンが出ますね、えー。なんで、グリーンとかも注目ですけども、やっぱブラックとかホワイト、このカーディナルも結構いい色ですよね。えー、そして15位、えー。スターフットボールジャージー。 スターフットボールジャージ。価格22000万2千円で、えー、このようになる。えー、か、結構派手なデザインですけども、星型にこうカッティングしていると、切り替えになっているというフットボールジャージ。カラーは全部で4色になります。えー、ルックブックでこのグリーン出ておりましたけど、グリーンも良かったですけど、ブラックが結構人気なのかな。あとホワイトもいいですよね。あ、ゴールドカラーのジャージっていうのも、 結構久々ないような気がします。昔は、あの、結構ゴールドのジャージ出てましたけれども。最近あんまり見かけないような気がするな。14位。ミスターカートゥーンのニューエラー価格9350円。ニューエラーの5950定番のキャップですけれども、これちょっと立体刺繍になってますね。少しボコッと飛び出しい飛び出すような刺繍になっていると。カラー全部で6、 空色出ますけれども、なんか、ロイヤルだけが黄色のロゴなんですね。それがまあ結構あの、モノトーン系か、このナチュラルはブラウンですけど、あとパープル何色なんだろうね。なので、まあ、ロイヤルとか、パープルが黄色とかそういう色だったらパープルも人気になりそうだな。この2色が注目かなという感じがしますね。ロイヤル、パープル。 そこはブラックも結構いい感じっぽいですね。ただニューエラのブラックは数、ま、毎回すごい多いんで、結構余る傾向にあります。え、13位。ブロックバスター T。ブロックバスター T は価格7700円。こちらアーカイブですけども、ソースマガジンのロゴサンプリングになっていると。え、カラーは今ネイビーが出ておりましたけど、あとブラック、グレー、パープル、ホワイト。 アップルとか、あと、えグレー。その辺のカラーが出ると、グレーって何なんだろう。あ、ヘザーグレーとかじゃないんだ。単色グレーが出るんですね。その色は結構出ると人気になりますね。単色のグレー。なかなか出ないカラーです。ほとんどがヘザーグレーとかアッシュグレーとか、そういうモックグレーっていうミックスグレーみたいなやつが多いんですけれども、単色のグレーが、どうやら出るっぽいと。そのカラーは注目ですね。そして第12。 スクリプト T。えー、これは、ミスターカートゥーンか。こちらもミスターカートゥーンのデザイン。えー、スクリプトでシプレムのロゴシンプルに描かれていると。これ結構使いやすそうですね。なんかあのシンプルで使いやすそうな感じ。カラー少ないな。ブラック、ホワイト、カーディナル、パープル。あ、4色しか出ないんだ。まあ、ブラックとホワイトが注目カラーかなと。多分あのフォントのカラーがカーディナルとかパープルとかは 黒とか白じゃないかもしれないですね。もうちょっとカラフルなカラーで出てくるかもしれないです。なのでアイテム画像をちょっと見たいで,ですねえ。そして11位え。ゴアテックスシェルジャケット。シェルジャケえ。価格79,200円。ということで。まあ、ゴアテックス素材ですので、この価格になっていると、えー。パンツも出ます。先ほど最初の方に出てきましたけども、パンツは49,500円。セットアップで出てますけれども、 ジャケットはカラー、ピンクが結構注目カラーかなと。ピンクの着はルックブック出てましたけども、非常に色鮮やかでかっこいいですね、ピンク。似合う人が着れば非常にかっこいいんじゃないかなと、ピンク。それからグリーン。そしてカーキカラーとブラック。4色で。ブラックも結構人気になりそうですね。使いやすそうですね、ブラックは。何にでも合わせやすいと。そして今週の第10位、トップ10です。第10位は、 ミスターカートンのレザージャケット、えー。レザージャケットは22万円で、まあ、これは、あの、前から発表がありましたけども、価格の。えー、カラーは2色、ブラックとレッドで出てくるんですけど、レッドの方が数少なそうですね。なので、レッドの方が早く完売になったりもするかもしれません。まあ、どっちかというと、ブラックの方が人気になりそうですけども。非常にかっこいいですね。えー、重厚感があるデザインになっていると。9位。 スペース大ストライプ b に、これ人気高いですね。9位。価格6600円。あの、この間出たレインボービニーっていう、こういうマルチカラーのビにニー出ましたけど、それも非常に人気になりました。今回もこのマルチカラーの毛糸で編んだ B に人気になっていると9位です。カラーはイエローとかパープルとか結構カラフルなカラーですけども、こう見ててこのブルーがすごく綺麗ですね。なんでブルーが 結構注目。一番注目かなと思うんですけど、いかがでしょうかこれは。えー、ちょっと注目したいですね。ブルーが非常にいい色だな、という感じがします。そして、ブラック、うん、とかっていう感じになるのかな。えー、第9位。4色で発売れて6600円。価格もまあ、そこそこの値段で、この間のレインボービーニーと同じ値段かな。6600円。そして8位。えー、ストライプジップアップフーデッドジャケット。 えー、この、ボーダー柄、マルチボーダーのフリースジャケット。これ使いやすそうですね。価格37,400円。今、着が出ておりましたけど、このブラウン。こっちが注目カラーですね。あとは、えー、ホワイトとブラックのモノトーンカラーと。いいですね、これね。使いやすそうで。あったかそうだし。7位。For Life T。 フォーラフィティは価格7700円で NDWA の9 1991年のアルバム2月4ライフのサンプリングロゴになっているということで。カラーは今見たのがブルーあ、ブルーかで。あとはオリーブとパープル、それからレッド、でブライト、ブラックホワイト。これシンプルに人気になりそうですね。ホワイトとかブラックとかシンプルなカラーも結構良さ,さげな感じがします。 6位。ブロッド T T シャツがこの辺でいろいろ出てきましたね。T シャツやっぱり人気上位にいろいろ入ってますね。ブロッドで、あ、これですね。ショーン・クライマーによるデザインのこのマリア様が描かれているという T シャツ。これカラーはブラック・アッシュグレー。これ画像のやつはアッシュグレーですね。 えー、パウダーブルー。えー、このブルーとはちょっと違う色なのかなこれブルーは水色っぽいカラーですけど、パウダーブルーという、えー、ブルーが出ると。あと、ライトパイン。これはグリーンですね。マスタード。これはイエロー系のカラー。えー、そしてホワイトと。マスタードあたりも結構良さそうですね。あと、ライトパインか。グリーン、あ、グリーンは着がありましたね。あ、これか。グリーンは。ライトパイン。これもいいですね。 え、なので、その辺のカラーが注目かなと。ライトパイン、マスタード、それからパウダーブルーと。この3色が結構人気というか注目カラーになりそうだな。パウダーブルー楽しみですね。そして5位。ロリポップティー。え、価格は同じく7700円でこのキャンディを舐める。えー、女性の口元が描かれていると。 今見たカラーはモスですね。あの、抹茶色みたいなカラーですけども。え、ブラック、ブラウン、ネイビー。え、それからピンク、ホワイト。あ、ピンクも出るんだ。ピンクも良さそうですね。え、それからブラック。黒はこれですね。黒が非常にこう、あの、え、このピクチャーが映えますね。え、そして4位。今週の第4位は、カレジエイトハーフジッププローバー。これ人気高いですね。うーん。 えー、ハーフジップのブローバースウェットシャツですけど、価格29,700円。昔はこういうデザインよく出てたんですけども、最近あまり出なくなりました。えー、ハーフジップのスウェットシャツ。えー、ロゴはシンプルにカレッジ風デザインになっていると。カラー全部で5色出ますけども、まあやっぱ注目はブラックと、あとは今グレーですね。この2色が注目カラーになるかなと。 まあ、非常にシンプルな、えーまあ、昔からありそうなデザインの、このブラック、ブラックとヘザーグレーが人気になるかなという感じがしますね。えー、古着とかでもありそうですよね、こういうデザイン、えー。昔のヴィンテージとかでもありそうなデザインになっていると、えー。そしてベスト3、第3位はこちら。シェアリングラインドワークシャツ。を第3位。価格27,500円。 えっと、デニムジャケットですね。一見するとね。で、バックにアーチロゴが入ってる。このアーチロゴのもうポイント高いですよね。友字の同じ生地で入ってると。 いうデザインになってると。で、中シアリングで非常にあったかいと。ハンドポケットもついてるので、ジャケット風にも使えるというアイテムになってると。まあやっぱり注目はこのデニムのアイテムなんで、ブルーですかね。このレッドも非常にかっこいいですけどね。レッドのデニム、レギ,レギュラージーンズ、このレッドで出たりすると結構、あの、すぐ完売になりますね。一番早かったりもします、レッドが。 なので、レッドも注目カラーかなと思いますけれども、でもやっぱりこのブルーとか、あとブラックも良さげですね。なので、ブルー、ブラック、そしてレッド、この辺が2気かなと。で、ホワイトも出ると。そして2位。スノーホワイトのセーター。スノーホワイトセーター。価格31,900円。カラーはホワイトと、 ブラックで出ますけれども、バックにシプレムのロゴオールデンイグリッシュで入っているというデザイン。これ第2位の人気になっております。まあやっぱりブラックかなという感じがしますけれども、ホワイトも、えー、なんか、えー、冬っぽくていい,い,いですね。あったかそうで。これ着画はないのか、まだ。えー、楽しみですね。あの、まあ多分ブラックの方が少し人気が高いかなって感じがしますけれども。 そして、第1位。スノホワイトティー。え、価格が、これはコラボで8800円。え、じ、えと、白雪姫ですね。白雪姫が眠っているシーンをプリントしているというデザインになっていると。で、カラーは、これは、えっと、ダーク、ダークパープルですね。ダス、あ、ダスティーパープル。ダスティーパープルですね。 えー、そして、ブラック、ホワイト、ヘザーグレー、ネイビー、モス。えー、それからダースティーパープル。なんかこのダスティーパープルは結構人気になりそうだなって感じがしますね。まあ非常に毒々しい感じのカラーですけれども、まあ毒リンゴのイメージで。このパープルは結構人気になりそうなのと、あとやっぱりブラック、ホワイト。この2色ですかね。バックにスプリムのロゴが結構大きく入ってますんで、 ホワイトとかでもかっこよさそうですね。ホワイトも結構人気になりそうだな。えホワイト、ブラック、この2色。その以外には、ヘザーグレー、ネイビー、あとモスっていうこの、えー、この抹茶色みたいなカラー、こちらですね、えー。などが出るという予定になっています。また詳しいアイテム画像が出揃い次第、えー、詳しく見ていきたいと思いますけれども、一応カラーチャーと、えー、カラーの 名前だけ出ておりますので、その辺もチェックして参りました。今週の第1位は、スノーホワイト T、2位は、スノーホワイトセーター、3位に、シェアリングラインドワークシャツと、そして4位は、カレッジエイトハブジップブローバーという感じで、レギュラーアイテムも非常に検討しているという、ウィーク8、フォルティール T、全部で8型発売予定になっています。全部で今週27アイテムも発売になるので、 え、どれ行こうかという感じで迷ってしまいますね。えー、ということで今日は人気ランキングを見てまいりました。じゃあ今日はこれで以上になります。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。